だからもっと細け枝を入れてこう伸ばしていってもいいんだろうけど、うん、まあ雪がほら積もるのもあるっていう、そうそうそう、ちょっと粗めにしたり、うん、レクサイね、そうそう、まあ、光も必要なんだよね、うん、光にではないですけど、こう会った時に話ができたり、まあ、あのこの先日園地巡回お互いのカモと三度でしたんですけれども、そういうのも気軽にできて、お互いにこう、まあ、なんていうんですか、違いはそんなにないかもしれないですけど、まあ、話ができたり畑が見れるっていうのはやっぱり大きいと思います。そうですね、いろんな、まあ、カモでも山島、川西、増田、あと、まあ、三条、まあ、そういう園地各回って、まあ、作り方もまあそうですし、まあそのこの出来具合、そういうのもいろんな、はい、いろんなところでまあ拝見できまして、まあ勉強になったかなと思います。非常にいい出来で、まあ太りもそれなりに、今年の出来の要因は、まあ、夏の暑さと適度な、まあ、降水でしょうかね。うん、はい、雨もらって太ってるんで、うん、トドもあるし、はい、すごくジューシーに出来上がってると思います。